毎度、徹子です。チャンネル登録をお願いします。ムンジン大統領はクリーンエネルギー政策を推進しており、2050年にカーボンニュートラルを実現すると宣言し、これを実現するために太陽光発電や風力発電施設を無秩序に建設して、至る所で問題が噴出しています。今回新たに発覚した問題は、太陽光・風力発電のエネルギーインフラ政策で1248兆ウォンのコストを計算していたにもかかわらず、意図的に隠蔽していたことがバレてしまったというものです。ニュースの詳細。政府の目標通り2050年に炭素中立を達成するためには、太陽光・風力で生産した電力を貯蔵するためのエネルギー貯蔵装置 ESS 構築だけで最大1248兆ウォンが必要になることが炭素中立委員会内部の検討結果で確認された。今年5月に設立された炭素中立委員会は、公務員、教授、市民団体、起業家などからなる大統領直属の機構だ。 ESS 設置に限定されたものではあるが、政府機関が試算した炭素中立関連費用が確認されたのは初めてである。炭素中立委は今年8月に炭素中立シナリオを発表し、所要費用は考慮していない。炭素中立は選択ではなく、私たちが必ず進むべき道であるだけに、どんな革新が必要かを考えることの方が重要だと費用は公開しなかった。国民の力のキム・ジョンジ委員が入手した資料、エネルギー文化専門員の意見検討によると、教授、研究員などで構成された専門委員は、再生エネルギー発展比率を 61.9% に増やした場合、ESS 構築に少なくとも1248兆ウォンかかると推算した。この資料は、炭素中立シナリオ発表直前の今年7月に作成されたものだ。太陽光、風力など再生エネルギーは、天候と時間帯によって、発電量にばらつきがあるため、安定的な電力供給のためには、生産した電力を保存してから取り出して使える ESS 構築が必須だ。専門医は、ESS 構築に必要な土地が4182万から6680万坪に達するとの見通しを示した。これは、領土 2.9 平方キロメートルの48から76倍に達する面積だ。この資料には、専門医の意見に対し、産業通商資源部が、炭素中立位シナリオは、再生エネルギー余剰電力貯蔵用途のみを検討したものとみられるとし、系統安定化用 ESS も検討が必要だという意見を出したものとみられる。天候の変化に伴い、太陽光・風力発電量が需要を超えたり、逆に不足したりした場合には、電力系統が不安定になり、ブラックアウト・大停電が発生する可能性がある。このような事故を未然に防止するためには、別途 ESS がさらに必要であるということである。こうなると、実際の ESS 設備コストは、さらにかさむしかない。とのことです。あかん。ムンジン大統領は、2050年にカーボンニュートラルを実現すると宣言し、この目標を実現するために日々頑張っているのですが、この計画は素人でも実現不可能とわかるくらい、荒唐無稽な話なんです。実現が困難とわかっているのに、ムンジン大統領が張り切っているので、計画を中止にすることはできません。お隣さんは、石炭火力発電所、原発を削減して再生可能エネルギーに代替すべく、太陽光発電施設、風力発電施設を無秩序に作りまくっています。お隣さんは、太陽光発電施設、風力発電施設を設置すれば仕事は終わりと思っているみたいですが、その施設を電力網に接続しなければなりませんし、電力供給を安定させるために生産した電力を貯蔵する施設が必要なんです。実際のところ、新設された太陽光発電施設のおよそ3分の1が送電網に接続されていないし、変電所の新設や送電網の延伸のめどは立っていません。それだけではなく、生産した電力を貯めるための施設についても何も考えていないみたいなんです。ほんで、お隣さんのカーボンニュートラル委員会は所要費用は考慮しなかった。カーボンニュートラルは選択ではなく、私たちが必ず行くべき道であり、どんな革新が必要なのかを考えることの方がより重要であると主張しています。カーボンニュートラルの目標は絶対達成しないといけないから、費用は
どれだけかかっても問題ないという感じの言い訳で逃げようとしています。電力貯蔵用の施設を作るだけで1248兆ウォン、約 117.3 兆円かかるという試算はすごいのですが、それよりもコストのことなど何も考えていなかったという告白は驚愕ですね。もともと政府内部で電力貯蔵用の施設の費用は算出していたみたいですが、意図的にこれを公表しなかったみたいです。クリーンエネルギーを推進しておいて、後から実はもっとコストがかかるんですと自白するって最悪です。でもこんな話が通用するのがお隣さんです。コストの試算を公表しないとどれだけお金がかかるのか分かりません。外部に公表しなくても政府が勝手に計画を立てて事業を進めるということは、他の事業でも同じようなことをしているということです。ムン政権によってお隣さんのエネルギーインフラ政策はボロボロになってしまいました。カーボンニュートラルを実現できるかは未知数ですし、それに至る過程でのコストも不明な上に、脱原発を進めすぎたため電力供給が安定せず、夏場や冬場のピークにはいつブラックアウトが起きてもおかしくない状況になっています。妄想で政策を決めてしまうムン政権の本領を発揮してしまったみたいですね。こちらがお隣さんの反応です。無能なムンジェインは脱原発を進め国を苦しめている。ムンジェインが取り組んだ脱原発政策一つだけを見ても国に与えた損害は計り知れない。懲役が10年になったとしても許されることではない。亡国的脱原発で世界トップの原発技術環境を崩壊させ、朴槿恵政府で10兆以上の黒字を出した韓国電力をわずか数年で数兆ウォンの赤字企業にしてしまった。未来の主要産業の一つである原発の輸出を食い止め、国民には電気料金引き上げの爆弾を抱かせた。電気自動車メーカーテスラの CEO であるイーロン・マスク氏は、未来のエネルギー源の一つとして原子力を取り上げ、安全なエネルギーである原子力から離れようとする国があり、驚くべきことだと語っている。ムン・ジェインは災いを招く人物です。深刻な問題だ。政治賞を追いかけ、我が国の競争力の源である製造業や伝統産業を全て破壊してしまった。三流国家に転落する日も近いだろう。無知な問題児に任せず、専門家を集めて段階的な対案を作らなければならない。来年の大統領選で政権交代を実現させて国を立て直しましょう。原発を一基建設する方が電力を効率的に安定供給できる。我が国の原発技術は世界が認めている。ムン・ジェインは自分が得意としている政治賞に夢中になり、国民の税金だけを浪費している。以上が国民の反応です。ムン・ジェイン大統領は全ての分野で素晴らしい仕事をしているので、後任の大統領が誰になったとしてもムン政権が敷いた路線を変更するのは容易ではありません。このまま任期切れまで全力疾走してほしいですね。最後まで見てくれてありがとうございます。